クラビス・シェパード対、答えてもらおう。ジョン・ポールとは何者か。ジョン・ポール。世界中で立て続けに起こっている混沌の中心には彼がいる。ジョン・ポールこそ、これら虐殺行為の原因である。虐殺には独特の匂いがあるんですって。虐殺には文法があるということだ。新たな虐殺を止められるのは君たちしかいない。ルツィア・シュクローポバ。ジョン・ポールの女か。私はあんなことになってもまだあの人を愛していたのよ。君はこう思うことはないか。言葉になんて意味はないとね。だってあの人の存在は私の罪そのものだったから。なぜ殺してきた？教えてくれ。教えてくれ。私はなんで殺してきた？思考は言葉に規定されたりなんかしない。殺の王、ジョン・ポール。地獄はここにあります。頭の中、脳みその中に。私の罪はもう償うことはできないのよ。彼らには彼らで殺し合ってもらう。私たちの世界に指一本触れさせない。私の言葉を阻むことは誰にもできない。